決め手はタレ。パンタイのらしんのカントニーズスキソースを使えば本場タイの味がご家庭で簡単に。材料4人分です。食べやすい大きさに切ります。薄切り豚肉 200g、 しゃぶしゃぶ用がおすすめです。エビ8尾、イカ8切れ、天ぷら8個、白菜4分の1株、長ネギ1本、春菊1袋、椎茸4枚、えのきだけ1袋、しめじ1/2袋、人参1/3本、大根1/4本、豆腐1丁、春雨1/2袋、パクチー、ニンニク、チリを少々、細かく切ってタレと一緒に使います。スープは市販の鶏スープを使います。ストレートタイプのものをさらに同じ量の水で薄めて使います。鍋にスープ、材料を入れ煮込みます。白菜の芯、大根、人参など煮えにくいものから入れていきましょう。人参、大根は薄切りにし、椎茸は切れ目を入れると火の通りが良くなります。豚肉以外の材料をすべて入れます。火が通ったら出来上がりです。パンタイのらしんのカントニーズスキソースにつけていただきます。お好みによりパクチー、ニンニク、チリを入れると風味が増します。豚肉はしゃぶしゃぶのように鍋のスープにくぐらせて火を通しいただきましょう。ここでワンポイント。溶き卵にごま油、醤油、胡椒を少々加え鍋の中に入れてみましょう。卵スープのようになり、さらに美味しさが広がります。お鍋の材料はお好み次第、いろいろな食材をトライして自分だけのレシピを作ってみませんか？皆さんもパンタイのらしんのカントニーズスキソースで我が家のタイスキをお楽しみください。